どうも、ヤドです。今回もですね、商業実況やっていきたいと思います。お相手初段の方ですね、腰掛け銀道得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、今日楽しく商業実況やっていこうと思っております。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手、向かい飛車。違う、四間飛車。居飛車。全然当たらない。全然当たらない。全然当たらないのですけど、まあ、これで一回銀出ておいて、まあ、ここからですね。ここからどうしていくかっていう感じなんですけど、まあ、一回棒銀帳に行っておきますが、矢倉棒銀ではないんですが、まあ、矢倉棒銀ということにしておきましょう。さあ、これで、中段飛車に来る。ただ一回、こっちから、端からね、端から銀が行けるんで、端から銀が行けますよっていうことを言っておきたいですね、一旦。で、これで角取ってこないの？これ。角取ってこないんだったら、みたいなとこありますけどね。これは、一回、桂跳ねていきましょう。桂跳ねる準備しておきます。桂跳ねていけば、飛車が引いてくれて、無事にこの、歩をね、召し取ることができるんで、まあ、もし桂馬跳ねてくるみたいなことがあったら、もう、あの、銀で切っていって、飛車なっていくみたいなことで、問題なくいけるんじゃないかなと思ってるんだけど、先に跳ねてきたね。先に跳ねてきちゃったのが、ちょっとつまんないっす。ちょっとつまんないですね。はい、これで一回引いておいて、はい、これで引いておきましょう。やり直しです。やり直しで、今度、系統をちょっと攻めていきたいなっていう感じなんですけど、あー、なるほど。来たね。どうしよう。ここの、歩、打って、これもう一回歩打たれるよね。その時ここに引いておこうか。違う、これ。むずい。むずいな。2分。むずいっす。さあ、時間は若干勝ってるんだけど、なんとも言えない展開ですね。正直言うと。これで歩取っていくのも違うか。なんだろう。わかんない。これはもうここの歩打ちに対しては桂馬跳ねていく一手ですね。桂馬跳ねていって、ここに銀打ちですね。ここに銀打ちなんですけど、ははははははは、これ歩で桂馬支えていくとどうなりますか？これで角出ておいて、ああ、なるほど、交換してくるってことか。そういうことか。ただ、駒損ではないから、この桂打ちもあるしね。さっき、あ、桂打ちないじゃん。桂馬持ってるかと思った。いつから桂馬持ってると錯覚していた。まあ、引いとくか。シンプルに。ただ、と金がな、作られるんだよな。あ、やっべ、逆にやられてんじゃん。逆にやられてる剣。と金作られるのがだるいな。ただ、桂馬入ったから、こっちも桂馬打てるっていう。ふんどしのけ、エフェクトは出ないっていうね。エフェクト出してくれよ。エフェクト出してくださいよ。さあ、ここで、一回飛車に当てていってたら飛車なってくるでしょ？飛車なってくるのがやばくって、これで一回王手しておいて、さあ、これで切っていって、とりあえず逃げるか。先に。ここに角打ちがある。あ、いや、それは、それはまずい。それはまずい。まずいぞ。
まずいまずいまずい。ここの角打ちもまずいじゃん。ここに歩打っとくか。銀打ちでしょ。これで桂馬でも、こっちはこっちで、ただ角が効いてるんだよな。角が効いてるから、この銀打ちがあんまり効力ないんだよな。あれ、そっち逃げてくれんの？そっち逃げてくれてありがとう。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。幸運でしたね。負けてました。ありがとうございました。どうも、ヤドです。今回もですね、商業実況やっていきたいと思います。さあ、お相手、どんな方でしょうか。お前が先手だ。さあ、初段の方ですね、右四間飛車を得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、今日楽しく商業実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手、ヤグラですね。ヤグラ囲いということで、まあ、おそらく居飛車という形だと思うんですけれども、こちら角引いておいて、角がそちら出てきて、まあ、5筋の歩を開けてくるのか、王様が入ってきちゃうのかな。入ってくる前に一回勝負かけますか。はい、これで、角銀総交換だけしておいて、まあ、さばいておくということですね。さあ、さばいておきまして、さばいておいて、一回歩突くか。意味ないか、この歩突き。さあ、これで一歩ついてくる？交換してくる。交換してくる。こっちも歩だけついておく。さあ、これで、一回ここに叩きの歩しておきますか。叩きの歩だけちょっとしておきたいですね。はい、金がそこに出てくるということで、一回ここに銀打って、一回引いていくんですね。引いてくると。まあ、ただで歩を差し上げたみたいな形になってしまうんですが、まあ、それでも特に構いませんよ、ということだけは言っておいて。で、一回この横歩取りますか。いや、待てよ。横歩取ったらまずいか。まずいな。引いておこう。素直に。素直に引いておいて。で、ちょっとわかんないんで、一回王様入っておきましょう。王様入っておきます。さあ、これで銀引いておいて、で銀上がっていって、まあ角に対して、どうアプローチしていくかという感じなんですけども、おとなしくここに歩打ちます。2分。はい、これで桂馬跳ねていった時に、はい、この時にまずいっていう話だよね。ここに角打ちます。銀打たれます。角切っていきます。これでまずい。まずいのか。まずいんだけど、とりあえず歩取っていって、さあ、手持ちに歩がないのが何よりまずいですね。で、桂馬跳ねていきますか。桂馬跳ねていって、ここに銀ズバッと捨てちゃって、銀ズバッと捨てちゃって、で、こっからどうするか。時間も負けてるし、結構きついっすね。厳しい状況ですね。まあ、王様囲ってるのが攻めてものみたいな感じなんですけど、まあ、囲ってるって言ってもみたいな、お前それ囲ってるって言わねえからみたいな声が一瞬聞こえてきたんですけど、まあ、気のせいだと思います。まあ、気のせいでしょうね、おそらくね。さあ、おそらく気のせいで、で、これで飛車を分取りに行きましょう。さあ、飛車を分取りに行ってですね、狙いはここの飛車打ちですね。で、角をもらいに行くという、まあ、そういう形なん、あー、上手。上手だけど、一回ここに桂馬打って、飛車、あ、王様上に上がってくるのかな。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。まあ、勝ててよかったけど、まだ全然わかんなかったんじゃないかなとは思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。音楽室も古いピアノに持たれて歌ったね。知ってる、まだ君のこと、まだ知らないのに、なぜか懐かしい。